奈良西さん、イレブンさん、タピチェさん、マスクさん、キラハさん、チョウちゃんさん、マレイロさん、コフクさん、カキヒコさん、クヨちゃんさん、ヨピゾウさん、ミシさん、ヒマトさん、津田ヒロミさん、こんばんは。あ、こんばんはじゃない、こんにちはこんにちは。今日はね、15分だけなんですけど配信したいと思います。マグリケイちゃんさん、キャンディーありがとうございます。むっちゃんさんもキャンディー3個ありがとうございます。高橋さん、おはようございます。久しぶりにショールーム開いた。ショールーム自体を。風成さん、おはようございます。昨日来れなくてね、ありがとうございます。来てくださって、今日はちょっと配信もしながらちょっとだけ支度しますね。髪の毛ボサボサだ。ボサボサ。あきさとさん、パパトミーさん、おはようございます。マスオさん、和則さん、おはようございます。高橋さん、かわいい、ありがとうございます。トンボさん、おはようございます。パパトミーさん、だるま、ありがとうございます。ショルム時代久しぶりに開いた。カラさん、おはようございます。でも今日はもうちょっとあまりメイクしないです。ちょっとね、そう、喉、そうね、喉がちょっと今ね、やられちゃって、喉やられちゃってる。最悪。ちょっと昨日からね、なんとなく異変を感じてて、首にこういうマフラーを巻いたり、あの、トローチを舐めたりして、なんか、いろいろ、なんかあったかいやつ飲んだりとかしたんですけど、喉痛いです。やられちゃいました。うん、だからちょっとあまりに今日はね、わーとか、ね、言えないんですね。ボトミーさん、だるま100個ありがとうございますね。龍角さん必要そう。マーキさん、なべちゃんさん、おはようございます。むっちゃんさん、ファイトありがとうございます。今日は何時起き？めっちゃさっき起きた。9時50分くらいで、服着てって感じ。顔洗って。マスオさん、50カウントありがとうございます。おさいでさん、ファイトありがとうございます。男から見たらそういう筆とかどういう感覚でんだどういう感覚？どういう感覚だろう。絵の具塗る的な？ちょっと違うかも絵の具はちょっと違うかもやけど、そう、ついさっき起きました。ちょっとね、涙の袋を描きます。涙の袋。なんだこれ。絵の具塗りのやつちょっと違ったかも。なんだろう。マツさん、かわいい、いい、ありがとうございます。のっぴーさん、おはようございます。ついさっき起きました。こんたかさん、おはようございます。本通りブラブカフェ、おー、いいですね。なんかおすすめのところありますか？カフェ、おすすめなカフェ。のっぴーさん、おはようございます。お、ありがとうございます。ちょっと今本当にさ、喉痛くてって感じになってる。私は
マーキさんが19アーチありがとうございます。むっちゃんさんが19ありがとうございます。ちょっとね、だからこの喉が治るまではね、ちょっとあまり大きい声出すのやめたいと思います。キリンさんおはようございます。あ、HIJ 行きましたよ。ゆらめっちゃ最近なんかゆらもばめに送った気がする。 HIJ、 うん、行ってきました。私そこ同じ席に座っているでしょうか、果たして。確かミニヨシさんも言ってた気がする。気のせい？なんか出してた気がする。ツイッターに。なんかソラハさんと一緒に行ってたやつ。じゃない？マジ？ってそう、マジです。むっちゃんさん、秋のものありがとうございます。三浦みのるさん、おはようございます。気をつけてください。ありがとうございます。とすぐね、これから用事がありますので、ね、でもあまりもうメイクはしないです。安部さんが中継ありがとうございます。何飲んだって、なんかあのレモンね、コーヒーじゃなくてレモン系を飲んだ気がします。ハッチさんおはようございます。安部さん。雨キャンディーありがとうございます。 HIJ ちょっと話題のスポット、え、どうなんだろう。でもなんかユラは、ユラ自身はその知らんくて、そのカフェを知らんくて、いとこが知ってて行こうって言われたから、え、そんなとこあるんだと思ってついてったんですけどついてったんですよ。ずんださんおはようございます。甘露ボイスケアのど飴という商品、え、ちょっとスクショしとこう。ありがとうございます。うん、いとちゃん、いとこのことついにいとちゃんになった。いとちゃん、ちょうちゃんさんかわいい、ありがとうございます。あっちゃんさんおはようございます。そう、これはね、もう去年から着てる服なんですよ。今日はね、もうついに長袖が着れるということで、ゆらの好きなね、このね、ホタテみたいな服がね、やっと着れるから嬉しいです。で、リップクリーム、リップクリーム、あっちゃんさんおはようございます。むっちゃんさんハート100個ありがとうございます。これは蜂蜜の匂いがします。スーさんおはようございます。熊野プーヤンさんはじめまして、こんにちは、ありがとうございます。ユウさんも初見ありがとうございます。 ST48 に研究生の池田ゆらです。ぜひルームフォローお願いします。そう、ホタテっぽいでしょ、このひらひらが、それがいいんですよ。ポンポンさんおはようございます。コヘイさん、キャンディーありがとうございます。ビッグウェブさんおはようございます。お、のりさんおはようございます。見逃すとこだったって、危ない危ない。そう、今日はこの配信しかないから、ホタテ、ホタテ、ホタテの手。ポンポンさん、バラありがとうございます。しまなみだいちさんおはようございます。やすべさん、だるま100個ありがとうございます。うん、髪の毛アイロンしてないな。でも向こうにあるな。アイスカフェだったんだ、寒くなった。ホット飲みたいな、ホットのなんか飲みたいな。あ
ったかいやつ飲みたいですね。ちょっとおメイクを進めますね。瞳がキラキラ。のりふみさんおはようございます。最近はゆりなちゃんと遊びに行ってる。行けてないんですよ。それがですね、行けてないのでございます、ね、でもね、コンビニデートはしてますよ。コンビニでデートはしております。コンビニについてきてもらったりとかはしてるので、コンビニデートはほぼ、まあ毎日ではないけど結構してます。あったかいやつが飲みたい。私は今とても、朝ごはんも食べてないからちょっとお腹空きましたね。池田ちゃんコンビニで何買うの？ゆらはコンビニでは、でもいつも違うけど、最近はでもいつも違うな。いつも違う。昨日はきゅうりと唐揚げ棒と、なんだっけ、あともう一個なんか食べました。アイス買ってない。そう、昨日買わんかったけど、あ、買ったわ。昨日は食べてないんだけど、買って帰って冷蔵庫の中にあります。白い服だとカリーうどんとか怖くて食べれないね。確かに。唐揚げ棒は優勝。そう、美味しいんだよ。なんか最近皆さんの地域はどうですか？なんかレジ変わってない？なんかまだ変わってないところもあると思うけど、なんか自分でなんかセルフで現金とか選択してなんかあるよね。なんかわかる？やったことある？皆さんコンビニでびっくりした。こちらでお願いしますって言われて、パッて見たらあれセルフだと。何味の方？唐揚げ棒。もうごく普通の唐揚げ棒です。なんか辛いとかはなかった。普通のやつ。なんかね、ちょっと昔だけどスーパーとかにもあったんですよ、セルフレジが。でなんかそれがめっちゃ楽しくって、もうめっちゃ楽しかった。本当にスーパーとかでもねたまにあるセルフレジ。あ、アイスアイスはね、昨日は2個買って、なんかなんだっけ、パキンって割るやつよ。パキンって割るやつなんだっけ、あれパキンって割るやつなんだっけ、それのなんかソーダ味みたいなのを買ったのと、モナカ買いました。あ、パピコだ、パピコ。そう、パピコのなんかホワイトなんちゃらみたいな味のやつを買いましたね。あとモナカを買ったんですけど、パピコの半分割った1個を昨日食べました。その他はまだ残っております。ゆうくんさん、だるまありがとうございます。アイス好き。寒くない全然。そう、家の中で食べたからね。しかも そうなんだよ。ティガーさんおはようございます。そう、ピーってするのがね店員さんになった気分で楽しいんですよ。あ、15分経過いたしましたので、
皆さんちょっと早いのですが終わりたいと思います。すみません、早いんですが終わります。この後はもうメールとか送るので見てください。ポンポンさん、バラ言ったいらありがとうございます。ではランキング見ます。13位、しんちゃんさん。12位、ちょうちゃんさん。11位、まつすさん。10位、むっちゃんさん。9位、かきひこさん。8位、てっちゃんさん。7位、のりさん。6位、まつおさん。5位、あきさとさん。4位、パパとみーさん。3位、りねさん。2位、イレブンさん。そして1位は、ドゥルルルルッン、高橋さん、ありがとうございます。いけいけゴーゴー、いけゴーゴー、今日も高橋さんはいけてるよ、ありがとうございます。いけてるよ。ということで終わります。皆さんありがとうございました。では終わります。いけてますよ、ありがとうございました。では今日も一日頑張っていきましょう。バイバーイ、バイバーイ、バイバイ。